昔はよく一般の方が刀の小塚で、それを手裏剣に用いたといいますけど、これは別に手裏剣というものが、こしらえてございまして、それを、打つのでございます。このネギシ流も相当古い歴史のある織弓でございます。現在、手裏剣術は、残っておりますのは香取神道流とこの年始流だけのようでございます。東京都にも以前は、手裏剣術の先生がいらっしゃいました。今亡くなりまして、熊本の方から上村先生においでになったわけでございます。この根岸流の手裏剣術は、はじめは仙台藩士の角の伊豆の神の工夫によるものだそうでありますが、それが後に奥州の各藩に伝わりまして、上州安中藩の剣術師、剣術の師範で、海保藩兵は武芸に通じておりまして、その手裏剣を巧みにこなしまして、水戸の烈公にも使えたそうであります。非常に鮮やかに、ちょうどピッチャーが投げるような構えであります。綺麗にその的に当たっております。行っておりますのは熊本の上村武さんであります。今日のこの東京都の体育館、館内は観覧席と申しますよりは、このちょうど今行われております演舞の上の周り、ずらりとむしろが敷いてありまして、その上あるいはその周りに小学生、中学生、高等学生という若い方々が相当数詰めかけておられます。鮮やかな手裏剣術であります。飯田佐村の人で飯田佐長位祭家直、通称山城の神、後に伊賀の神と称しておりましたが、この人が流祖であります。昭6年間、今から560年ほど前に京都に出まして、当時の将軍の足利義政に仕えたのでありますが、後に退官退任いたしまして帰国いたしました。現在は香取神宮の下に道場がありまして、今なお香取神道流といたしまして、その伝統を受け継いでおります。医学博士の肩書きを持ちます染谷さん、染谷義人さん、群馬県の方でございます。これからお目にかけますのが飯田佐長位祭を流祖といたします、手裏剣術の香取神道流であります。香取神道流と申しますと、杉野さんのその派じゃないかと思うんですが。そうでございます。この染谷さんも非常に剣道、居合など、熱心に学生時代からおやりになって、それで、まあ、手裏剣もずっと私どもに通って、勉強なすった、特殊なお方でございます。先ほどの手裏剣とはだいぶ違っているんじゃないですか。やはり手裏剣はこの昔武士が、刀を持ってこの手裏剣で最初敵を制してですね、それからあと居合で持って相手を切った。今まあ手裏剣で戦を制しているわけなんですね。そうでございますね。大体何本ぐらい用意してあるものなんですか。5本から7、8本程度。
香取神道流の手裏剣術でございました。さて次は今のその飯笹町医祭を同じく流祖といたします香取神道流の双日槍でございますね。双日とそれから薙刀日、この2つをご覧に入れます。杉野明夫さん、杉野茂雄さん、鳥海義さん、この3人の方でございます。これもやはり杉野さんの方のご専門なんでありますが、ちょっと解説をお願いしたいんです。そうでございます。今、薙刀をやっており、使いますが、この薙刀は香取神道流の表の薙刀、三つの薙刀、四つの薙刀で、神道流の表二本になっています。はは、鳥貝さんは千葉の高等女学校の昔、薙刀の先生、この他、千葉県下の学校の先生だった。鳥貝義さんと相対しておりますのが杉野明夫さんでございます。なかなか鳥貝さんは切れる薙刀で有名でした。はあ、はあ、そうですか。槍の術であります。この歴史というのも随分古いものがあるんじゃないかと思うんですが、双日は2代の先生が非常に双日に強いでていられた。ははずっと続いて双日が神道流の立ち術とともに表技になってきております。ただいま使っておりますが、これは飛龍のやりとりです。表で相手を引き寄せて敵を突き刺します。飛龍と言いますと、どういう字があるんでしょう。飛ぶ龍が飛ぶ、ああ、そうです。飛龍というか、下段のやりとりです。これから竹之内流の柔術、腰の回し、棒術、補助術。棒術は棒を使う術、補助術は縄を用いる術でありまして、この柔術、腰の回し、棒術、補助術、この3つをご紹介いたします。岡山県の竹内総一郎さん、その他門弟の方だそうであります。腰回しですね。ただいまの腰回しの方でございます。竹内流は、岡山県の美作の国に、数百年の歴史を持つ柔術だけで立っております家柄でございます。非常に、
充実とし、日本の充実といたしましては、広い歴史のある、権威のあるものでございます。この竜祖の竹之内中塚佐大輔、この人は7万石余りの城主でありまして、清和源氏の流れを汲んでおります。そして、久森久勝久義と3代にわたりまして、竹之内流の武道を完成し、それから代々武術を伝えまして、この今行っております竹之内総一郎さん、現在13代目の当主にあたります。演武者の都合によりまして、今申し上げました無双神道無双流は、これは後に回しまして、これから、たまに愛知県の方、新陰流兵法政党第20世柳生俊永さんであります。この柳生俊永さんのお父さん、尾張家の先祖をたどってまいりますと、尾張家の指南役をずっと務めてこられました優秀ある方であります。新陰流はもともと、現在では新しいという字に影と書いておりますが、これは神様の影、あるいは新しいという字に水に映る影と書きました新陰流、あるいは今の新しい陰影の陰と書きました新陰流と、いろいろ文字が伝わってまいりましたが、現在はこの新しいという字に陰影の陰という字、新陰流と称しております。ちょうど背を向けておりますのが柳生さんであります。柳生俊永さん、その向こうが成田雄三さんであります。この竜祖上泉伊勢の神、竜祖の上泉伊勢の神は若くして各流派に通じまして、軍法軍配の道を持って武名天下に轟いたのだそうであります。後に陰流を習いまして、その奥義を極め、さらに一つの流派を編み出しまして、その陰流に新しい真の一字を冠しまして、以来それを新陰流と呼びまして、その門人にいたしましても後世名を挙げた者が非常に多いという、いわゆる優秀ある新陰流、今行われております。尾張家の指南役の政党を継ぎます第20世の柳生長俊さん、それを迎え撃つ成田雄三さんであります。共に愛知県の方、